どうも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 、皆さんこんにちは、キラキラです。はい、今回はですね、ハイルメアリーチャンネルさんというか、ハイルメアリーさんのクランに、クラン戦をしに来ております。今回私クラン戦行きたいと思うんですけれども、今回はこちら地震4面攻めで行きたいと思います。アースクエイクを4発積んでいる編成で、まあ4面攻め、まあそうですね、4面攻めですね。そして私が今回攻めるベースはと言いますとですね、こちらです。このね、もう余裕っすよ、今回は。4面攻め余裕配置です。やっぱ4面攻めは外に施設が多いほど成功率上がってくるので、そして、まあ、地震4面ということで、アースクイークの使い方にもですね、注目していただいて、観戦していただけると嬉しいでございます。さあ、行きたいと思いますよ。よし、行きます。ニコニコと、ニコニコ。いや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 、行きますよ。行きます。録画ナウですと。録画ナウです。わー。まあね、ちょっと私、まあまあ、行きますよ。行きます。では、地震4面攻め。ホゲライダーは、まあいいです。一応、援軍釣れなかった時用に。行きます。攻撃。よし。行きますよ。ですね、まずは、ゴーレムで援軍釣り出しをしていきます。1、2、ウィザード出して、アーチャー、タワーの、そしてウォールブレイカーを、迫撃砲が落ちたタイミングで、開けろ。よっしゃ、開いた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 。オッケー、オッケー、オッケー、いいぞ。いいぞ。そして、相手援軍出てこないか、ちょっとホグライダーを一発ぶち込んでこう。ぶち込んで、ホグライダー釣ってくれ。よし。うん、釣れない、釣れない、釣れない。頼む。あ、釣れた、釣れた。ここでまだポイズンは出さないです。おし、おし、おし、ネクロできた。これはポイズンで楽々勝利っすよ。そして、ちょっと釣り出しつつ、いい感じのところにネクロとですね、まあその、雑魚軍団をですね引き寄せます。4面攻めは基本的にちょっとやばいかな。星に狙いなので、そこまでね、そこまで時間も気にしないでいいかなと思います。そしてちょっとこっちで釣りつつ、アーチャーをですね入れてですね、やばい、ちょっとビザードがそれてか。オッケー、ビザード勝利、オッケー、ビザード勝利、オッケーということで、もう行きます。そうですね、ゴレを出して、ウォールブレイカー。そしてこっちもゴレを出していきましょう。そして、普通に元祖3面攻めでいきますよ。そして先に、地震を打っておきましょう。4発打っておきます。そしてここら辺も中心部ウォールブレイカー開けたいんですけどね。そして、ネクロセット出して、ペッカ。そしてウィザードも出していきます。よし、いいぞ。おい、ペッカそれんなよ。おい、ババキンそれんな。ババキン、あ、ババキン、バカキンって呼ぶぞ、これから。これからバカキンって呼ぶぞ。あ、ショッケーショッケー。ちょっと待って、ゴーレム、ちゃんとして。どう、アーチャー軍に倒せ。よっ、おし、おい、おぶね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 、ガッチャおぶね。うわ、恥ずかしいわ。オッケーオッケーオッケー。よし、ペッカ先生、いいっすね。いいわ、役割してますね。いや、ほんとアーチャークイーン、今ね、ギリギリしたね、今。ガチで。やば。今のは恥ずかしい。今のは、気を凝縮。フリーズのタイミング、今、バッチリじゃなかったっすか、今。オッケーオッケーオッケー。ね。フリーズ、もし、こう、隠してすらに撃ってなかったら今頃多分死んでますよね。いや、よかったな。フリーズのタイミングよかったわ。ちょっとガーゴイルどこにも出すとこないな。ないっすよね。ないっす。ちょ、ここら辺でダメ元で出してみますか。ちょっと、一折りで。あ、いけました。いやー、恥ずかしいな、今の。完全にバーバリアンキングと、ベッカ。そしてウィザード部隊全員それてましたよ今。おい、ペッカそれんなよ。おい、ババキンそれんな。ババキン、あ、ババキン、いやー、あ、破壊してくんないということで、あー、ギリ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 星にギリギリ、あ、21ギリギリ、待って、ギリギリでしたわ、でしたわ、泣き全それして焦りまく、うわ、まくりました。汗、いやー、
いいですね。じゃ皆さん、頑張ってくださいとかいいですね。いや、こういうの気持ちいいですね。こうみんなが見てくれていいですね。ということで、今回は、2面、え ?3 面、4面全面、自信4面ということで実況してまいりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。